人間工学部1年の市川あゆみです。研修を受けさせていただいて、私の中で変化っていうのが主に3つあって、で1つ目が証券で、研修受ける前は友達の行動にちょっとイライラしちゃったりとか、なんでそんなこと言うのとか思ってイライラしちゃってたんですけど、その研修の中で他人は自分の鏡だみたいな、そういうのがあって、それでちょっと考えてみたら本当にそうだなと思って、その他人の行動、例えばなんかネガティブ発言してるとか、優柔不断でなんか全然自分の意見言わないとかがあったんですけど、なんか自分もよく考えてみたら結構ネガティブ発言とかしちゃってるなとか、その自分の意見ちゃんと思ってないなとか思って、なんか自分の今の姿を映してくれてたんだなと思って、それを気づいてからマイナスの部分だけじゃなくって、いい面も、今までは嫉妬しちゃうことがあったんですけど、本当に理想の姿を映してくれてるんだなと思って、なんか本当に他人の姿ってありがたいなとその時に思えて、自分の直さないといけない部分も教えてくれるし、理想の姿も教えてくれるって、本当に他人の姿ありがたいなと思えるようになりました。2つ目が正午ですね。なんか研修受ける前は正午ってなんか他人を傷つけないような言葉を言わなかったかみたいなとこだけ気にしてたんですけど、他人を褒めるようなことを言ったかみたいな、積極的反省みたいなところを知って、他人が嬉しくなるようなこととかを言ってたかって考えたら、全然言ってなかったなと思って、なんかそっからちょっと意識するようにして、話してる時とかになんか褒めるっていうか、すごいねとかもそうですし、その頼りになるとかを言うようにしてたら、すごい感謝も同時に生まれてきて、本当に他人の存在によって生かされてるんだなっていう感謝がすごい出てきて、あ、そしたらここが一番自分の中ですごかったっていう感じなんですけど、他人のいいところを見つけて感謝できるようになったら、なんか自分の自己変容をするっていう傾向性がなんか少なくなってきたなと思って、まあ、他人のいいとこを見つけてたら、なんか自分のいいところもなんか同時に見えてきたっていうか、で自己卑下するのが本当に減って、他人のそのいいところもそれを目指していきたいなっていう、無意識のうちに比較してたんだなと思って、なんか今まではその他人の素晴らしいとこ見てなんか無意識に多分比較して自己卑下に走ってたんですけど、感謝し始めてからその方向に向かっていきたいっていう方向が変わって、前に進めるようになったって感じで、はい、すごく良かったです。で最後が照明ですね。環境のせいとか人のせいにしてはいけないってあると思うんですけど、全然自分ではしてるつもりなかったんですけど、恥ずかしながらなんかめっちゃしてるなっていうのに気づいて、そのよく今井先生がおっしゃるように、なんか家庭環境が原因でなんか今の自信が持てないとか自己信頼がないとか、結構私は人の目を気にしちゃってどう思われてるんだろうっていうのがあるんですけど、それの原因もちょっと過去に遡ると、中学の時とか普通に男子がまあおふざけだと思うんですけど、なんか言ったことに対して笑ってくるみたいな、そういう過去があって、で多分傷ついて、それで自分の意見を言うのが嫌だというのっていうのが今もまだ残ってるんですけど、その研修を受けて全部それも言い訳にしてたなと思って、私の場合は自信がなかったのはその人の目どう思われるかっていうのを気にしちゃって、自信がなくって意見が言えないとかだったんで、やっぱ競争の外に出るってことですかね。なんか自分のやっぱ理想っていうのを見つけて、人との比較とか本当に気にしなくてよくって、自分の道をただひたすら行くっていう感じで、別にどう思われようが何て言われようが自分のしたいことをするっていうのを心がけたら、本当にあんま気にしなくなりました。私の夢は看護師なんですけど、なんか日本じゃなくて世界の、その
国境なき医師団ってありますよね。そういうのにすごく惹かれて、戦争してる地域とか、うん、貧しい地域のとこに行って、うん、特に子供が好きなんですけど、その もちろん体もケアするのは当たり前だと思うんですけど、その心の面で、その戦争してる環境で育った子供たちって本当に戦争が当たり前だし、本当にずっと心を怯えながら生きてて、心から笑って暮らせないっていう日々が続いてると思うので、そういう子たちにその真実の世界っていうか、うん、本当の真実を伝えて、心の中でもその幸せっていうのを知ってもらいたいなと思って、それに向かって今はその目標というか志ができたことで、うん、嬉しい、うん、それだけ見てたらいい、ね、はい、他人の本当にあんま気にしなくなりました。ありがとうございました。